松村ロードショー。どうも松村聖也です。武将ゆきです。さあ久しぶりの松村ロードショー。お久しぶりです。ずっとここで待ってます。ここで来たと思います。ずっとここで。ありがとうございます。さあ今回はですね、イカロス片刃の町ということでございまして、これまあ U-NEXT で配信中の、まあ映画なんですが、何かちょっと普通の映画とは違ってまして、畑基博さんのイカロスという曲がありました。新曲ですね。でそれをもとに3人の映画監督が短編を3本撮りまして、それが一つの映画になっていると。もっと言えば U-NEXT でそれの映画を見終わった後に畑さんのライブ映像、このイカロスを歌ってるライブ映像が流れるとちょっと特殊な新しい取り組み。さすが U-NEXT さん、ありがとうございます。がありまして、まああのね、その3本の映画なんですが、3人監督さんがいらっしゃって、一つは、小山隆史さん、そして江田優香さん、そして中川龍太郎さんという、本当に今の邦画のもうこう若い世代からこうガーってこう盛り上がってきてる新進気鋭の、もう映画好きだったらみんなちょっと注目してる監督ですよ。だからこの3人の映画を1本の映画で見れるってなかなか映画好きにとっては、そうまずね、チョイスが渋い。渋いですよね。本当誰がよう選んだ、そう選んだ、しかもみんなもちゃんとこうねやってっていうのはすごいなと思って、でそれぞれがまあそのこの曲を聴いて、監督さんが聴いて、あとはもう自由にやってくださいみたいな。あ、じゃあイカロスからインスピレーションを受けて3人が自由に作った。そうみたいです。でそれでこう作って、だからもうあとは自由にやってくださいっていうので、それぞれのまあ個性が、監督さんの個性が出てるっていうのがあって、こう本当にね全部違うテイストというかジャンルもね。いやそうなんですよ、わざとなのかなってぐらい。だから監督さん分かれるとまあ当たり前ですけど、ここまで違うのかっていうのを一本でまとまってるのはやっぱ曲っていうモチーフがあるから、こうあのなんていうかな、ちゃんとまとまってるんですけど、まあ個人的に、この3本の中でまあ良かったなっていう、結構全部違うんでね、あの一つ一つの短編としても楽しめるんですが、僕は3本目の中川監督の10年と永遠という、で今回、その曲自体のテーマとして畑さんがその喪失っていうのを、あの曲にこう込めてるっていうのがあって、でこの3本ともやっぱその喪失っていうものがテーマになってるんですが、この10年と永遠っていうお話は、まあ、あの高校の教師ですね、女性教師が主人公で、まあ、その女性教師に淡い恋心を寄せる男子生徒。良かったですね。エモかったですね。なんか、久々にそういう設定も見たなっていう感じで。で、その、でも女性教師は、過去に、一つある喪失の、思いがあって、まあ今に至るんですけど、まあそこからどうなっていくかという話で、なんかね、渋い話がいろいろ出てくるんですよ。ゴダールとか。ゴダールとか、ジャンヌダルとか。そうそう、ジャンヌダルとかね。16mm フィルムとか、ね、なかなか珍しいですよね。いや、あれ良かった。あれ普通に見たいなと思ったもん、あそこで。なんかそういう映画好きのグッとくるものもありつつ、この3本が終わってそのままこうライブシーンに行くんで、本当にこうつながっていくような話で、まあ短編ではありつつ、この3本目は僕長編でも見てみたいなと思うぐらい、あのちょっと哲学的でもありつつ置いてけぼりにしない、めちゃくちゃうまいことできてるなと思って、しかもなんか映画好きをうまく指してくる設定が、そうなんですよね、そのちょっと教会のシーンがあったりとかっていうのがあって、でそういう意味でもこの3本目は僕は大好きでした。でやっぱり曲を元にね、作ってくださいって監督さんが言われるわけじゃないですか。でそうやってなかなかね、難しい。ハードル高いと思うんですよ。だからそれをここまでこう仕上げる、まあまあ当たり前ですけど、この監督3人の、もう腕の、なんていうか、見せ所だぜっていう感じがね、すごいしてね、なんかそのワクワクした感じがありましたね。で、やっぱこの曲も、すごい素敵な曲で、でこの曲が曲だけ聴くと多分本当にそれぞれが聴く人が全部違うものを浮かべるんだろうなと思ったんですよ。で自分にとってのこのイカロスっていう曲のテーマって、だからまさになんかこの映画にするっていうのが、しかも3人の監督に別々で撮ってもらうっていうのがなんかテーマとして合ってたんだなと、思いましたね。金城さんいかがでしたか。いやでもおっしゃる通りで、まあなんか曲も映画もそうですけど、なんか出来上がったら受け取り手のものみたいな感じじゃないですか。だから まずイカロスっていう曲があって、それを受け取った監督3人がこんなに違う受け取り方したんだっていうのがすごいびっくりして、同じ曲からこんな違う話出るみたいな。でなんか本当ジャンルもさっき違う言った通り違くて、
1本目はどっちかっていうと、まあなんかサスペンス、ちょっとそんな感じですね、ちょっとヒリヒリするドラマみたいな、でまああの監督もあの佐賀学長の高山さんで、まあ予想通りというか、ああいいですねってなって、で2本目が思ったよりコメディ、そう、そこでまたワクワクしてきますよね、ちょっとコメディファンタジーというか、渋川さんそんな使い方するみたいな、確かに豚の人形に、ね、そう豚の人形にお父さんがの魂が入っちゃって、死んだお父さんの魂が、ね、話で、うん、そんな設定この曲から思い浮かぶ、いや確かにね、これでもこれをその曲聴いてその話書いて出してっていう、やっぱこう監督の確固たる思いがないとできないですよね、うん、いやそうですよね、うん、でまあ3本目はもう本当にまさに言ってた通り、うん、素晴らしいドラマだったと思うんですけど、うん、でまた多分この3つの映画を見て、うん、また見た人たちがいろんな受け取り方というか、うん、していくっていうこの構成が新しくて面白いな、うん、いやそうですよね、今まで多分あんまりないじゃないですか、世界初ぐらいなんで、確かにそれを曲についての映画を3本作ったやつを連続で見て、うんうん、はいじゃあその曲のライブをやります、確かになかなか見ない構成だから、なんかもっとこのシステムできてもいいのになって、うん、そうですね、まあなかなかこう今ねこの音楽の届け方っていうのはほんま多種多様に分かれすぎているところもあるから、うん、こういうやり方っていうのがあの増えてやっぱ面白いやり方やと思う、面白いですよね、うん、だからそういうのがこうねこの先輩がやってくれると次僕もねやりやすくやりやすく腕が鳴るやりやすまず先輩がやってくれると、そうついて大きい道を切り開いてくれましたから、そうそうそう、ついていけるなっていうのありましたし、まあなんか本当にあのこういうやり方は純粋にやっぱ羨ましいなとも思ったし、うん、楽しそうやなとも思ったし、なんかあの映画との音楽とのこう親和性みたいなのを改めてこう見せつけられた感じがありましたね、うん、だからこれあのぜひあのそのセットでねライブとね見れるんでね、うん、それ面白いんでぜひ見ていただきたいなと思います。今回ご紹介したのはイカロス片刃の街でございました。この動画がちょっとでもいいと思った方はチャンネル登録そして高評価ボタン押してください。ここら辺です、うん。